ドイツ国鉄19.10形状機器関車は1941年にドイツ国営鉄道が試験的に一両製造した旅客用気機,機関車。ヘンシェル社は製造番号2 5000番として全体を流線カバーで覆われたスタイルのこの試験機を提供した。電気機関車で実用化されていた角度軸を独立して駆動する方式を応用しており4つの 同軸が各々独立した V 字型の蒸気エンジンによって駆動されるスタイルであった。車軸配置はホワイト式で2から8から2である。1930年代、より高速な列車の運行が望まれる中、新しい蒸気機関車を設計する上で、それまでは目立たなかった技術的な限界が顕著になっていた。 従来の蒸気機関とそれをロットで伝達する方法では、車輪の乗用最大回転数は、毎分400回が限度であると経験的に知られていた。この速度の限界に対して、技術者は、可動部の軸受けやマスバランスに深刻な問題が生じることを予期していた。また、動輪の巨大化にも、技術的、構造的な限界が生じていた。 ドイツでは1933年以来、蒸気機関車の駆動軸すべてを蒸気エンジンで駆動させる実験が行われていた。1938年、TB4 設計事務所は、カッセルのヘンシェルと共に、各軸駆動方式の機関車を計画した。計画は、リハルトローゼンとウルリッヒバルスケの式により、一つのエンジンが一つの同軸を駆動させる流線型の19.10。 型となった。ドイツ国営鉄道は設計書をヘンシェルに提出して製造が委託された。完成期日はヘンシェルオーナーのオスカー・ローベルト・ヘンシェルの40歳の誕生日である1939年9月1日とされた。当時生産されていた他の標準的な機関車から部品を流用することで製造は9月までにはかなり進捗していた。しかし、 前例のない機関車用の蒸気エンジンのため、最終的な完成は遅れることとなった。1940年8月7日にようやくカッセルに、あるヘンシェルの敷地内で、数メートルの自力走行にこぎつける。二日後にエンジンを一機だけ装備した状態で、操車場に移動した。この後、半身運転で試運転が行われた。機関車は、時速80キロメートル以下では、 満足できる走行を示した。一連の試運転の結果に基づき、残る三つのエンジンが装着された。1940年11月から4機のエンジンすべてを使用した試運転が行われた。蒸気エンジンの調整に向いた陰極間オシログラフによる測定方法が開発されて、初めて実施された。1941年6月13日にヘンシェールから ドイツ国鉄への納入式が行われた。ヘンシェルで残った作業の終了後、1941年7月8日にベルリング・リューネワルド駅に隣接した機関車研究所に搬入された。数度の試験走行が行われたが、エンジンに複数の障害が発生した。これらはヘンシェルによって回収された。1942年5月から10月までの間に、 運行用ダイヤを作成するため50回の測定走行が行われた。パフォーマンスと石炭消費量に基づいて決定された運行最適速度は時速 80km であった。ほとんどの試験走行では最高時速は 60km から 100km の間に据え置かれた。ほんの数度ブレーキテストの際に時速 180km 以上で走り、 短時間ながら最高時速は 186km に達した。しかし、本格的な高速度試験は本機では実施されなかった。1943年春、長期に及んだ試験走行を終了し、本機はハンブルクアルトナ機関区に配属された。運行計画では、列車の重量は650トンに設定された。1943年11月初め、 関節次手に大きな損傷が生じ、スペアパーツの不足から完全な修理は九百四十四年九月までかかった。関節次手損傷の二日後には、前月にハンブルクで受けた爆撃による損傷で、ピストンから蒸気が漏れて停止するトラブルも起きた。第二次大戦終結時、十九点一0型はゲッティンゲンの近くに置かれていたが、アメリカ占領軍の命令により、 損傷箇所の修理のため工場に運ばれた。修理の完了後、カッセルとバベルンの間で短い試運転を行っている。アメリカ陸軍はこの機関車の斬新な技術に関心を示し、複数式蒸気機関車の5 2系2 0 0 6号機とともに1946年3月にバージニア州の問答要塞に船で輸送した。アメリカでは何度かイベントで展示されたが、 運行につくことはなかった。1951年には、バージニア州の方というスティスがあるで、流線型のカバーが取り外された。1952年には、ドイツ連邦鉄道に対して、本機の買い戻しの提案がなされたが、当時ドイツでは、本機のような高速蒸気機関車の需要がなく、提案は拒絶された。本機は、非常にコストのかかる試作機であったため、 まもなく解体された。わずか数度の試験走行であったものの、高速運転時にも極めて静粛であり、本機を特徴づける独立軸駆動方式は高速走行に適していた。一方、本機はこの方式の欠点も示していた。駆動軸が結合されていないために発射時には空転しやすく、測定によると引っ張り力は10トンであった。 1942年からは想定されていなかったより、重い列車を牽引することになった。1942年7月9日、661トンの急行列車を牽引して、フランクフルトからエアフルトに向かっていた途中、上り勾配で停止してしまった。ボイラーの多くの部分は44型のものを利用しており、サイズも同一であった。 森デンを含む47傾向が使用されていた。44型では、貨物列車の牽引のため、短期間蒸気圧を 16kg 平方センチメートルとした後に 20kg 平方センチメートルで使用すると損傷が発生した。同一のボイラーを使用していた本機では、試験走行の際に、ボイラーの制御を頻繁に行うことが可能だった、ことから、20kg 平方センチメートルでの使用が許可された。道輪は結合されていない。重量配分を適正にするため、蒸気エンジンは、第1、第3道輪用が車体の左側に、第2、第4道輪用が右側に設置された。エンジンは直角に配した V 字型2気筒で車体側のサスペンション部に装着され、駆動軸は関節つぎ手を介して、道輪と接続されていた。 本機は特別な補強材を両側に配した防大枠であった。本機には2 3 t 3 8系淡水車が装備されていた。独立軸にプラス3軸ボギー台車という軸配置は同じ構成を取った1.10型のものとは対照的に当初12トンであった石炭の積載量を増やすことが考慮されていた。したがって事前に対応すれば、例えば、 ケルンベルリン間の列車を石炭補給なしで運行することが可能だった。炭水車は自長34トンで12.5トンの石炭と最大で37.25立方メートルの水を搭載できた。ありがとうございます。